研究生から正規メンバーへの昇格が認められる時期はメンバーごとに異なっています。正式メンバーに昇格する研究生を発表いたします。横山由依では、研究生になって劇場デビューしてから正規メンバーに昇格するまで最も時間がかかったメンバーは一体誰でしょうか。まあでもこれはファンだからこそ分かるっていう問題でしょうね。そうですね。回答を見てみましょう。一斉にオープン。そう、全員大家ということでございますけども、さあそれでは正解の方。正解は大家静香でした。872人です。そんな大家の昇格発表の瞬間がこちら。研究生からの昇格と思います。大家静香。でもしーちゃんは研究生の中ですごい神と呼ばれてた。お辞儀とか全部教えてくれたんですよ、しーちゃんが。神が、はい、神4期が1人だけになっちゃったんですよ、うん、だからなんか大家がしっかりしてねみたいな感じで言われてたので、うん、お辞儀とか教えてたら私がめっちゃお辞儀綺麗になりました。めっちゃ綺麗です。これ研究生のちょっと話なんですけど、はい、1番が しーちゃんなんですけど、うん、2番目がウッチーとハルキャンなんですよ。その2人はちょうど2番3番目なんですけど、じゃんけんの選抜の時の決勝は2人で戦ったんですよ。苦労人同士が。おだから本当にチャンスの順番ってあんだなってみんなが思った瞬間だった。へえ、北村君の話ちょいちょいいいね。ちなみに高城明さんが71日で最短です。高城昇格の瞬間がこちら。高城明さんです。昇格はどのメンバーにとっても忘れられない瞬間なんです。